はい、皆さんこんにちは。バイク皆さん乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、今福井県のですね三方五湖というところで、若狭湾の、近くになるんですけれども、そこからですね、そうです、いつもの美山に帰ろうと思います。やっぱり美山を F4 美山初デビューでございます。今日はそちらの方にこの天気の中走ってみようと思います。ではよろしくお願いいたします。さて、いきなり峠道、一気に美山へ行こうと思います。さあ、すごい景色、海沿いワインディング、ああこれは気持ちいい。これはなかなか爽快なコースですね。景色もいいし、見通しもいい、路面もいい、いやーこっちはいい、これは絶景ツーリングコースですね。こんな景色が日本にあるなんて素晴らしい。いやー海沿いのコース最高、うわ最高です。青が綺麗、うわ水平線も見える、そしてコーナーも見える、いやすごいな、雰囲気が、この山と海とこの路面の雰囲気が最高です。本当に走りやすい、もっと早く知るべきだった。さあ美山の山の近くまでやってまいりました。さあここから本ちゃんのワインディング、さあ登っていくぞ。さあ前には SS が3台ないしは4台いてる、追っかけるで。ちなみに前のバイクは CBR RRR、 おかちゃんです。おお回ってる、これがループ強化、通りでコーナーが長いはず。おおここすごいループしてる、一気に登る、標高が上がる、バウンドが怖いね。そして急に細くなる、路面が悪い。さあ CBR に追いついてきた、待て待て CBR、 待て、いややっぱりこういう風にですね、SS バイク同士でこうやって峠をクイクイ曲がっていくってめちゃくちゃ楽しいですね。夕方のワインディングもなかなかいいですね。おおグランツーリスモみたい、おおすげえ、こんなコース走ったことある。どんどん標高が上がってます。このシフトアップどうしても鳴らし中なので、早めに早めに、道幅が広いので走りやすいですね。このコースは何号線なんだろうか。おおまたグランツーリスモ、おお絵になるなこのコーナー、三山に抜ける最後の峠、一気に上がる、
ゼブラゾーンあるけれども、さあ最後の CBR をかけます。音が、この A4 サウンドが山の中を響き渡ります。山頂、いや一瞬でも楽しかった。はい、美山にやってまいりました。懐かしい美山、ただいま。はい、美山に帰ってまいりました。いやただいま。疲れた、面白かった。はい、ということで今日はですね、福井県からここ美山まで戻ってソフトクリームを食べて帰ろうと思います。今日もありがとうございました。皆さんご安全に。